つなものをなくしたよ。今になって気づいたのが遅かった。大切なものをなくしたよ。今になって気づいたのが遅かった。なんてよくある話で笑っちゃうような、繋いでたいから太手に切っていう、太指の間からマスナガラ、もういらない、もういらないよ、君も他には何にもいらないよ。夜中の3時が朝になった時、君はきっと仕事を休むだろう。もういらない、もういらないよ、君の他には何にもいらないよ。そんなこと本当のことを言えば、毎日は君がいないということの繰り返しで、本当のことを言えば、毎日は君がいるということ以外の全て。大切なものをなくしたよ。今になって気づいたのが遅かった。大切なものをなくしました。大切なものをなくしましたって、ついたのが遅かった。なんてよくある話で笑っちゃうような、繋いだ手から手と手握って、指と指の間から待ちながら、もういらない、もういらないよ、君の他には何もいらないよ。夜中の3時が朝になった時、君はきっと仕事を休むだろう。もういらない、もういらないよ、他には何にもいらないよ。コピー1曲、オリジナル2曲、今まで作った曲をバババッとやっていこうと思うんですけど、まあ卒業ライブじゃないですか。まあそう、卒業できるんですよ。おめでとうございます。はい、まあっていうこともあるんですけど、なんか卒業してもいい話をするっていうのもいろいろ考えたんですけど、なんかちょっとそれもそれだなと思ってなんか今ここにいる人だったり、多分映像を見てくれる人になんか伝えられるものがあればいいなと思っていて、今からやる3曲はなんか
今ここにいろんな人がいると思ってて、まあ、まさに8期だったらこれから就職するだったり、まあ、今まさに就活控えてたりとか、あの3年生だったら控えてたりとか、あとは留学が、1年生だったら半年後に迫ってたりとか、まあ、いろいろあると思ってて、なんかそこに僕は何かちょっとでもポジティブなあのパワーというか気持ちを本当1ミリだけでもなんか伝えることができたら僕としてはすごい嬉しいなと思って、今からやる3曲をちょっとガガガッと お届けしようかなと思います。はい、じゃあついてきてください。
さに気づいたんだ。でもただの通り雨で晴れてさ、白黒の空にピンクが映えて、雨降りの日でもどこからともなくずっと光が差し込んで、戻るけど気にもなくて気持ちが目に見ても雨降りの日でもどこからともなくずっと光が差し込んで、ちょっと一曲だけお付き合いください。ああ。みんなどうすか？じゃあ引き続き民の昼休をよろしくお願いします。あ、感想の時にちょっとみんなでラー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 みたいなの歌ってほしくて。
ありがとうございました。